元気ですか？私は元気です。元気。ついに私長袖来たよ。トレーナー、去年お話し会で着てたやつ来ました。イエーイお休みだから元気。あ、それはもう元気ですね。少し疲れてます。お疲れ様です。いつも本当に失礼します。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チーム8チーム4県人の長野せりかです。せりかーって呼んでください。せりかー、よろしくお願いしますお願いします。じゃーん、髪が黒くなりました。黒にはしてないんだけど、暗くなりました髪もうね、髪が傷んでたんですけど、トリートメントでさらさらに復活しました。まあすぐ落ちちゃうと思うんですけど、暗くない？めっちゃくいい感じ。このぐらい暗くしたかったんです、私は。そう、髪がサラサラになると、気分もサラサラになります。秋冬っぽいね。そうでしょ、秋っぽいよね。なんか明るい髪は夏って感じするけど、暗い髪って秋冬っぽいですよね。そう、あさっての生誕祭のために髪をサラサラにしました。でも髪は切ってなくて前髪だけ切りました。あ、後ろの髪は切ってないって言った方がいいですね。後ろのこの髪は切っていません。伸ばし中。前髪だけ切りました。もう衣替えしたの。あー、でも今日なんか片付けたクローゼット。そう、冬服を、冬服、まだ冬でも全然ないけど、秋服とかを手前に、手前ってまあ一列なんですけど、クローゼットなんか自分が取りやすい位置にしたって感じですね。断捨離はなんか結構前にやった気がするんで、なんかあんまり断捨離するものもなくて、なので本当に整理整頓って感じ。今日は爪は後で塗ります。この色にしようと思うんですけど、どう思いますか？ハネムーンっていう色何色かなって見たらハネムーンって書いてた。なんか何色なんだこれ。クリームっぽい、秋っぽいね。でもなんかね、
キラキラ、絶対見えないんですけど、キラキラです。見えますか？ほら見て見て見て、キラキラキラ、エクセルのこちらです。私のこの肌に合うかは分かんないですけど、でもこれ塗ったことあるんで多分いけると思うんですけど、最近塗ってなかったんでちょっと塗ってみます。後でお風呂上がったら塗ります。そう、エクセル、エクセルのネイルってなんか私めっちゃ好きなんですよね。すごくキャンメイクも好きだし、あの本当に、あ、これここのネイルも好きですけど、なんか、あ、ごめんなさい、塗りやすさではこっちな気がする。いや、どれも塗りやすいけどね。そう、色綺麗ですよね。イエーイ。そうです、今日は8時ぐらいまでかなって思います、配信。足の爪にも塗るんですか？あ、足はもう塗らないですあの、あんま見えることないんでいいかなみたいな。あれ見始めたんですよ、あのカルテットっていうドラマ、アマプラで、あの見てます。昨日第5話までとりあえず一気見して、で今日、今そのショールーム始める前にあれ第6話見た。なんかすごいね、結構第6話のシーン面白かった。お風呂上がりはマニキュアを塗りながら第7話を見まーす。はい、そうです。今日最終回まで見れるかな。でも言うて次7話、10話までだから見れそうではあるよね。シブパラも出るみたいやね。そうなんです、シブパラ、ももちゃんのラジオ出ますももちゃんにいつだっけ、19日、シブパラよろしくお願いしますって入れたら、なんか年一出演ありがとうって来たなんと年に1回ね出させていただいてるということで、楽しみ。配信もあるから楽しみ。あ、そう、配信もあるよね。ももちゃんとのお話を楽しんできます。もっと出てるかと思った。いや、意外と全然そんなことないんですよね。なんか何周年とかなんかの時に、でもそう出た。なんかめっちゃ久しぶりです、ももちゃんのラジオ。お、生写真注文したよ、イエーイ、ありがとうございます。
あ、そっか、私服か、忘れてた。お、危ない、私服だと忘れてたから気の抜いた服を着ていくところだった気の抜いた服何って感じだけど。あ、そうですね、ワクワク編集部もリモート出演です22日、はい、リモート出演です。いや、今月はなんかロケあった気がするんですけど、なんかリモート出演になってたね次こそみたいな感じでいつも言ってるけど、今月もリモート出演です。ちかっぱ祭祭り、ちかっぱ祭楽しみね、楽しみ。福岡12月12日久々の地方イベントです。イエーイ。リモート苦手ですって来てる。いや、でもわかる、リモートか現場かって言われたら絶対現場の方がいいよね。現場っていうかそのね、その場にいた方がいいですよね。でもリモートはそのオンラインお話し会とかあったらお仕事でなんかその会場に来れない日とかもあるじゃないですか、忙しくて。そういう時とかはなんか便利だなって思ったり、本当にちょっとだけのお話とかはなんかわざわざ集まらなくていいから、まあ便利っちゃ便利だけどね。でもこうショールームとかとはなんか違って、リモートでお仕事みたいなのってあんま集中できない気がする。してますけど、その現場にね行くのよりはなんかお家っていうこともあって緊張感が減るよね、どうしても。まあ、緊張するけどその独特の何とも言えない緊張感がないよね。セリカって福岡のイベント初めてじゃない？え？確かに HKT 劇場くらい。確かにツアーも福岡出てないしね、初めてかもしれない。わーい。善悪は何回か来た。善悪？え？私全国握手会でなんか幕張メッセとかいつもの会場な気がする。地方の大阪とかは多いけどね、全国握手会。劇場誕生日だったね。あ、そう、福岡のね劇場 HKT 劇場でチーム4と HKT さんとコラボ公演の時にちょうど誕生日でお祝いしてもいただいたんですよね。嬉しかった。
なんか結構緊張してたんですよ。チーム4の公演だし、あのコラボみたいな。だけどそう、 HKT のメンバーさんすごいフレンドリーで話しやすくてすごい楽しかったです。そうですね、何話しますか今日はちょっと何も、いつもですけど何も考えずに配信してます。髪染めたからそれを見せたいなと思って配信はしたんですけど、もうちょっと見せ終わっちゃいまして、そうですね、ちょっとどうしようかなみたいな。今日私珍しくて、最近ね、あのお昼に起きるか朝に起きて二度寝するかとかなんですけど、今日は朝ちゃんと10時前に起きてずっと寝てないんですよ。だから何って感じなんですけど、ちょっと珍しくて最近の私からしたら。TikTok 見たよ、ありがとう。シュールだったでしょ今日のやついや本当に私寝る時間が本当にね遅くなってて、最近それは本当に良くなかった。12時ぐらいにはベッド入るのに2時3時とかになるからね。そのせいで私は肌に異物ができてしまって、今はテープ貼ってるんですけど、だから見えてないんですけど、本当にショックで、肌荒れ治す薬と栄養剤っていうかそういうのと塗り薬とトマトとビタミンのなんか飲み物とりあえず摂取したよね。そうなの、17が生誕祭だからちょっとねめっちゃ映るじゃないですか、オンデマンド。なんかうわなんかコンディション悪って思われるの嫌なんで治るか分かんないけど頑張って必死に治そうとしています。マスクしよう。マスクね。隣のバナナね、感想ね。いや考えてないんですよね。どうしよう。どうしようかな。お話し会でもめっちゃ言われました。
隣のバナナの感想が面白いって。意外となんか今声出せないし、あんま皆さんからの笑い声とか聞こえないんで、あのどういうような反応なのかっていうのは気になったまま次の曲に行っちゃうんで、ちょっとね、あのそうなの、不安なんですよね。反応がないからやっぱ。考えておきます。悩む。20秒とかの間にあのおしゃべりするんでね。あ、日曜日初めての劇場です。だってイエーイ、楽しみましょうね。まだきょうちゃんとネタ合わせしてないんだ。そう、いつも前日か当日に決めます。そうなんですよ。今の緊張度はどれぐらいですか？全然緊張はしてないですよ。楽しみだなって感じ。公演自体も楽しいし、あとなんか私のファンの皆さんにいっぱい会えるのは楽しみです。今日の私の夜ご飯を話すと、まずあのもずく酢、もずく酢、あのサラダ食べようと思ったんですけど、トマトは買ったんですけど、トマトはまああれとして、なんか緑の葉っぱ類あるじゃないですか、サラダ、なんかそういうの買おうとしたんですけど、なんか結構ね、行った時品揃えがあんまよろしくなくて、好きなやつが売ってなかったんで、どうしようと思って隣を見たらもずくが売ってたんで、もずく酢にしました。イエーイ。と、まあさすがにそれだけじゃ足りないんで、もずく酢、お酢もお肌にいいじゃないですか。で、本当にどうしようと思って、でなんか作るような気分じゃなかったんで、あの海鮮がいっぱい入った巻き寿司しました。イエーイ。わさびと生姜いっぱい乗せました。イエーイ。めっちゃ美味しかったな。マグロとかサーモンとかエビとかイカとかプチプチしたやつとか入ってた。キュウリも入ってたよ。美味しかった。納豆巻き最近食べてないですね。納豆は買って食べてるんですけど、今日も買ったし、あ、そう、とびっこ、そうそうそう、そういうのを食べました。イエーイ。
美味しかった。トマトはフクロウに入ってるトマト、まあ、パックでも何でもいいんですけど、それ水入れて湯水でそのまま手で台所で食べきっちゃう時もあるよねもう洗ったついでにトマトをパクパク食べる。この机まで持ってこないトマト、濡れてるから。そう、プチトマト、そうそう、なんかこんな形したトマトをそのまま洗ってジャーってやって、ちょっとさっさってやってそのまま食べます。あ、オリーブオイルで食べるのも美味しそうですね。トマトは何も塩とか何もつけずに食べちゃいますね。そう、なんかトマトそんなに美味しいけど、そんなにその好きとかそういう感情を持ったことがないんです、トマトに。でも最近なんかこういう形をしたトマト、ちょっと縦長いトマトが美味しいんだってことに気づいて、なのでそればっかり買って食べます。セリカ感情が無のこと多いな。いや、そんなことはないんですけど、まあそうですね、感情を持たないものもたくさんあるよね。最近トマトはあ、美味しいっていう感情を持ち始めたんですよ。トマトと卵の炒め物めっちゃ美味しいってきて、美味しそうロボットかよってきて、それなー無心で食べる様子を見てみたい。いや本当にそう、無心で食べてる多分見ててもなんか無すぎて、なんかね、そうだ、本当に一点を見つめてトマト食べてること多いからね。何でも美味しいっていうイメージある。あー、でもそれはそう、美味しい、全部美味しいです。シュールなもぐもぐ配信、いや配信の時は食べたら反応しますよ、一回一回一口食べるたびに、わー美味しいとか見られてるからねなんかでもトマトとか生物っていうの、フルーツとかそういう野菜とか傷むじゃないですか、日にちが経ったり、あんまり旬じゃない時に食べちゃったとか、まだなんて言うんだろう、まだ食べ時じゃなかったみたいなことが、そう、野菜とか果物ね、そういうのあるじゃないですか。美味しい、本当に美味しい時に食べたらもう最高、一番美味しいってなるんですけど、だからちょっとなんか外れな時期に食べちゃったりすると、もうその果物とか野菜とかもういいってなっちゃうんですよね。でその感情を忘れるとまた買って食べたりするんですけど、そうなんで
ですよね。トマトとかもちょっと柔らかくなってたりするとうわーってなっちゃう。ああ、野菜で一番好きなの？なんだろうね。ヤングコーンとか。野菜ですか、ヤングコーンって。でも、今はさ、あんまないんですけど、なんか、ホテルの朝食バイキングとか行ったら、なんかサラダのゾーンにヤングコーンってあるんですよ。場所によっては。ヤングコーンめっちゃ取っちゃう。でもトマトもめっちゃ好き普通に。まさかのヤングコーン。ヤングコーン美味しくない？なんかね好きなんですよね。めっちゃ取っちゃう。あのレタスの量よりヤングコーンの方が多い時ある。そう、あとはトマトも好きだし、アスパラガスとかも好きです。うん、あ、ブロッコリーも美味しい。でもブロッコリーはたまに好きかな。サラダにかけるドレッシングはチョレギサラダか塩か、塩とオリーブオイルかシーザーサラダか和風かごま、え、全部。でも一番あのよく口にするのはチョレギサラダ。キュウリ、あ、キュウリはまあ好きですけど、一番って言われるとヤングコーンには負けるかな。キュウリは、カリフラワー、カリフラワー白いやつあんまでも食べたことない。カリフラワーって何？白いブロッコリーみたいなやつですよね。あれ？あんまりね、感情を持って食べたことないかもしれない。エリンギ？エリンギって野菜？まあ好きです。あ、キクラゲはめっちゃ好きです。美味しい。あ、みょうがもまあまあ好きですね。パクチーもまあ好き普通に。キノコはね美味しいよね。でもなんか食べたい気分の時とあんまりうーんっていう時があります。キノコ好きですけどね。キクラゲ乗ってる中華丼最高。それな、美味しいよね。アボカド、あ、美味しい。ナスビは克服したから嫌いな野菜あるの。でも全然好きです。ちょっと傷んでる野菜はあんま好きじゃないんですけど、普通に美味しく食べれます、なんでも。そうですね、ゴーヤ、かぼちゃ美味しいね。でも全部美味しい。野菜って美味しいですね、そう考えたら。ピーマンとか食べてるイメージない。確かにピーマンってあんまり売ってないですよね。売ってるけど、そのなんて言うんだろう、
でも私めっちゃピーマン好き、普通昔一番好きだったチンジャオロースとかピーマンばっかり食べてた。だけど最近はあんま食べなくなったんですけど、でも全然好き。ピーマンしか勝たんってなると思う、久々に食べたら。めっちゃ好きだったんですよピーマン。髪がサラサラ、はあサラサラサラーン。フルーツだったら、桃か、桃かブルーベリーかキウイ、いやキウイもまあ好きですね。かな。あ、マンゴーも好き。あーマスカットね、美味しいよね。フルーツも一番は選べないね。うわなんかリス走ってるシャインマスカットめっちゃ好き。フルーツは美味しいですよね。梨しか勝たん。え、梨も美味しいよね。フルーツこそなんか季節ごとに一番美味しいの変わるよね。やっぱ梨が一番だわって思って、その次なんか違うフルーツが旬でそのフルーツ食べたら、あ、やっぱこのフルーツが一番好きってなる。季節ごとに一番変わりますね。フルーツスノーのフルーツ覚えるのむずくない？そうなの、分かってくれる？あのね、雫公園でやってるフルーツスノーっていう曲、もう歌詞がなんかややこしくてフル尺でやってるんですけど、なんかねややこしいんですよね。サビの歌詞が頭サビと1サビ2サビって全部違うんですよ。若干全部違うんじゃなくて、ほんの1行だけ違うみたいなのが多くて、もうめっちゃ引っ掛けられる。いつも最近ね雫公演やってないからね、もう忘れたけど、また始まったら覚え直さないといけない。イエーイ。冷凍のぶどう美味しいってきて、なんかさセブンイレブンとかコンビニになんか冷凍のフルーツ売ってるじゃないですか。でなんか結構メンバーとかもその冷凍のフルーツ、カットされた冷凍のフルーツをよく食べてる子が多くて、あ美味しいんかなみたいな思って食べたんですよ。私もマンゴーかなを買って食べたんです。マンゴー好きらしいと思って、で食べたら
冷たすぎてもう歯が痛くてもうびっくりするぐらい冷たくて、まあ冷凍してるやつだからそりゃ冷たいんですけど、もう冷たーと思って一応その買ったやつは何日かに分けて食べてたけど、もう買わないね私は。もう冷たすぎて、溶かしても冷たいから、あの噛んだら冷たいとこ出てくるじゃないですか。だからもう無理だわと思って多分なんかスイーツ作った時のトッピングとかに乗せたらまあ可愛くて、皮も剥かなくていいし、解凍したらひんやりしてて多分美味しいんだろうけど、なんかもう思ってたのと違くて、私的にはだからちょっとびっくりしたね本当に冷たかったです。あ、ドライフルーツはまあ好きです。はい、一時期結構買って食べてましたね。でもなんかめっちゃ糖質高いよってなんか知って、マジかと思って、なんかその美味しいから何回も何個も何個も一気に食べちゃうんですよ。私なんか持ち歩いてたらなんか味が落ちるような気がして、わかんないけど、その夏とかだったらぬるくなったりして嫌だったっていうのもあって、もう結構一回で食べちゃうことが多くて、おやつって決めて、でもそうしてたら本当に甘すぎるっていう、なので最近はもう全然食べてないですね。パイナップルのドライフルーツとかイチゴのドライフルーツとか好きでした。最近は炭酸水にハマってます。あー、わかる、炭酸水美味しい甘いの好きだ、甘いのめっちゃ好き。私は甘党です。塩も大好きだけど甘いのも好き。そういえばハーゲンダッツの新作どうだった？あ、そう、いちごとチョコのハーゲンダッツ美味しかったです。なんかめっちゃ甘々に見えるじゃないですか、ピンク色だし。だけど思ったより甘いけどそこまで甘くなくて、なんか食べやすかったすごく。でもなんか表面にチョコ固まってたんですけど、硬くて最初硬かった。でも溶けてきたらちょうどいい感じになった。ぜひ、美味しかったです。お肌にはナッツがいいよ。あ、ナッツ最近食べてないな。知覚過敏でもいけたの。なんかそのアイスでもあれ、アイスクリーム系氷菓っていうの、氷みたいなやつが本当に歯痛いんですけど、でもなんかスプーンですくえる感じのアイスは全然大丈夫。すぐに柔らかくなるやつはギリ OK。 アーモンド効果、アーモンド効果めっちゃ美味しい。私毎朝飲んでるかも。ほぼ飲まない時もあるけど、なんか売ってたら買っちゃう。美味しいよね。そう、あ、そう、アーモンド効果がなんかお肌にいいみたいなのをインスタで見た。で今日スーパーで買おうとしたらなんかアーモンド効果だけなくて、
ちょっとびっくりしたんですけど人気と思って。だけどね、あの違うアーモンドの豆乳買いました。アーモンド味の豆乳にしたんですけど、それはあんまり効果ないのかな。アーモンド効果の普通の定番の味も好きだし、チョコとかもあるよね。でも一番定番が美味しいかも。最近スムージー飲んでる？スムージー全然飲んでないね。昔はめっちゃ小松菜とか刻んで入れてたんですけど、なんかもう何年も飲んでないスムージー。料理も全然してないですいやしようとは思うんですけどね。全然自炊もやろうと思えばもう本当にできる。でもやってない。外食か、いや外食でも全然ない。外食も全然してないから、本当に出来上がってるものか冷凍かサラダかみたいな、そういうようなね感じ。作ってもなんかやっぱ余る、次の日に食べようっていうのがならないんですよ。一人分作るって効率よくないんだよね。いや、ほんとそれ。いやね、なんか作った時にうわーと思って、だって次の日もこれみたいな。しかもなんかあんま美味しいけど、そんなに次の日も食べたいような美味しさではない時があるじゃないですか。なんかなんかわかる？美味しいけど別に、あ、まあ今回限りでいいかなみたいなものとかもう余っちゃったら。そうなんだよね。ハマったら同じもの、ああそうね、ハマったら結構同じものを食べ続ける癖あるんですけど、なんかね、なんかそれとこれとはまた話が違ってくるんですよねなんかわかる？なんかフライパンにそのまま何か物を入れたまま冷蔵庫に入れたら凍るんですよ私のお家の冷蔵庫本当に何なんですかって感じなんですけど、あの凍るんですよ。なんかね、一回スープ味噌汁作ってフライパンにお鍋、小さめのお鍋になんか入れてた時に、明日の朝食べようと思って、そしたら凍ってると思って、なんかもうそれ見てちょっとあーってなったね。いや冷凍庫じゃない、冷蔵庫に入れてたら凍るんですよ。まああの冷蔵庫買い直せばいいんですけどね。もうちょっとでも冷えるのは冷えるんで、まあいいかなみたいな、まあ、若干ね凍るんですけど、
切り入れてもダメ。あ、仕切りを入れるってこと？あー、やってみようかな。それで変わるのかな。まあでも、まあまあまあ、高い位置に置けば温度高い。そういうこと。ちょっとやってみようかな。いろいろ、そう、皆さんからのねアドバイスありがとうございます。いや本当にやばいと思ったら変えます。でもまだいけるというか、まあ、いや変えた方がいいかな。なんか使えるんですよねすぐ断捨離とかするくせに、なんかそういうのまだ使えるって思っちゃうんですよ。ちょっとママに相談しますふ壊れてどれぐらい経つの？いやもう最初からねそういう状態なんですよ。はい最初からです。それでよくやってきたな。そうなんですよ。確か家電は送れないよね。そう、冷蔵庫送ってあげるってコメントねよくねいただくんですけどね。そうなの、家電は送れないんです。それじゃあね、そろそろ20時に近づいてきたのでランキング読もうかなって思います。じゃあいきますね。13位、中心アット超大盛りうなとり丼、せりちゃん、く暗めの髪かわいいよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ゆうゆうアットせいちゃん今日もかわいいよさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、園田長崎あった、もう10月も中旬だねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心あった、生誕祭楽しみさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、圭一郎あった、セリちゃんのネイル楽しみにしてますさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、アイドル好きアット、ネックレスかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、ひであきアット、セリちゃん生誕祭楽しみですねさん、ありがとうございます。楽しみです。6位、スイカの種、17日の生誕公演が待ち遠しいさん、ありがとうございます。それな。5位、アッツアット幸せリカかっこたんおしさん、ありがとうございます。わーい。4位、つぼくアットせりちゃん生誕祭当選したから幸せリカさん、ありがとうございます。イエーイ、楽しみですね。3位、プロスペクトアット髪サラサラセリちゃん素敵さん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、
赤いぞうさん、あっとチームエイト、ヘナチョコサポートさん、ありがとうございます。そして今日の1位は淡路の黒ひょう、あっとセリちゃん、 TikTok いつも楽しみにしてるさん、ありがとうございます。わーい、今日もありがとうございました。10月17、雨ならば直角サンシャインないだろうか。ね、私生誕祭の日いつも雨な気がする。2年前の生誕祭も雨だったんですよ。多分明後日も雨ですよね。イエーイ。でも本当に傘持ち歩くのがもうなんか面倒くさすぎて、この前もね、外出た時にちょっと雨降ってるかなと思ったんですけど、なんか天気予報別に見てないけど、まあ止むかなって思ったんですよ。そしたらなんかまあ室内でお仕事だったから別に良かったんですけど、なんか帰り雨降っててちょっとびっくりしたよね。雨女？いや、晴れ女です。日傘は平気なのに。そう、日傘、そうなの、日傘はなんか、まあ、最近は長袖とかあのね、そう着るから、まあマスクもしてるし、そんな日焼け止めでまあ出歩けるような感じではあるんですけど、なんかそう肌見せてる時、腕とか見えてる時はそう太陽に肌が当たる、肌に太陽が当たるのがすごい罪悪感というか、なんというかっていうので折りたたみ傘を、ね、持ってたんですけど、そうで雨傘はちょっともうめんどくさいなってなっちゃうんですよ。2本持ち歩くのはきつい。いや、2本は絶対持ち歩かないけど、あの雨傘と日傘兼用みたいなやつね、そう私が多分買った傘がまあまあ大きくて重いやつなんで、余計にそう思うんだろうけど、もし次買うときはあの軽いやつ欲しいですね。コンパクトなのがいいけど、でも面積は大きい方がいいんですよね。あと自動で開くのの便利さに気づいたので、自動で開く折りたたみ傘で 99% 絶対に日光をカットしてくれるやつで、黒で面積広めのコンパクトなやつを次ね買うならね見つけたいと思います。なんか自動で開く傘、 Amazon に売ってて買ったんですけど、そう、うん、次の配信は多分生誕祭終わりかなと思います。ピースフォトタイム、スクショタイム、はい、オッケー。髪型は決めていません、生誕祭の。
ママに聞きます。でもポニーテール派の人は結構多いのはまああれなんですけど、その日のコンディションと相談して決めますのでツインテールはしないと思うんでそこはよろしくって言って、ツインテールしたらウケるよね。あ、そう、前回そうポニーテールしたんですよね。そういえばどうしようかね。髪が伸びた。あとちょっと伸ばしたいんですよね。このぐらい、このぐらいまで伸びたら最高。そう、このあと私はカルテットを見るのが楽しみ。第7話からあと3話。そう、メールを書いて TikTok 撮って、お風呂入って洗濯してストレッチしてマッサージしてカルテット、やることいっぱい。お風呂上がりが一番忙しいんですよね、本当に。忙しいね。そうなんですよ。でも洗濯しながらストレッチとか、洗濯してる間にマッサージとかなんで、ストレッチとかマッサージが終わった頃に洗濯が終わるので、その後に干すみたいな私のルーティーン。私なんかめっちゃ洗濯干すの早くなった気がする。なんか慣れてきた。マッサージとストレッチどれくらいしてる？あー、どれくらい、でも私ね、日によるんですけど、もう YouTube とか見ながらやりだしたらもう1時間ぐらいやってる時もあるし、なんかもう疲れてて早く寝たいときは10分20分で終わらせたりもするしっていう、日によるんですけど、まあでも30分は平均は、でも30分ぐらいはやってると思いますね、なんやかんや。バランスボール見なくなった。私 の、 この目の前にあります。そこに、そこにあります。10分ぐらいまで配信します。今日は絶対早く寝ます。あ、でもカルテット見るから、カルテット3時間見てしまったらもう寝るのが2時とかになるんで、ちょっとそこは見ないかもしれない、もしかしたら YouTube になっちゃうかも。 YouTube みたいなのがあんまなかったらカルテット1話だけでも、そのさ、アマゾンプライムってそのドラマ10話あったら、その
6話の終わりかけとかからもう7話次7話ですみたいな、あと40秒でこれ流れますみたいなのが出てくるんですよ。だから見ちゃうんですよねそのまま。でも今日は絶対早く寝ます。そう見ちゃうんですよね。そうまとめてみたいですねできれば。まあ、でも見終わる寂しさもあるので、まあそうですね、はい。1話だけと思ったら5話ぐらい見ちゃうのがデフォ。それな。でもそう本当に早く寝ないとお肌に悪いんで、もう絶対早く寝る。今日は遅くても1時には寝ますね。夢見るの YouTube に映ってるね。見た見た YouTube ピアリーナのメイキングみたいな動画、すごい、いつの間に撮ってたのっていうオフショットがたくさん、懐かしかった。生誕推しカメラ肌、生誕推しカメラ肌、いや本当にそう、もう絶対に寝ます。今日は早く、セリカさん好きです、イエーイ。後で見るね、ぜひ見てください。なんか本当にすごいと思いました、編集とか。だってすごい数の動画じゃないですか、何個も撮って撮って撮ってみたいな。でメンバー多分全員の写真載ってるし、なんか感動しちゃった、編集すごいなと思って。じゃあね、そろそろ終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。メールを送って TikTok 撮って、今日撮ったやつは多分明日載せるかな。お風呂入ってきます。ありがとうございました。いつもなんか皆さん配信ありがとうってこのいっぱいコメントくれるんですけど、本当に見てくださってありがとうございます。じゃあまた生誕祭で会いましょう。